ちょっと報告受けてなくて、その中でちょっと回答できなかったので、その日のですね、うちに知事のコメントとして、県のホームページに知事のコメントを出しております。で、それが9月14日がまず、麻生大橋にかかる知事のコメント。はい、それと9月16日にもう一度、今度は盾のダムに関する報道が出たものですから、報道って言いますから、記事が出たものですから、これについても、その日のうちに、知事のコメントをですね、一応ホームページには出しております。はい、で、報道各社さんにはその旨、最初のきっかけが、その報道各社さんが聞かれたことに対しての答えでしたので、報道各社さん宛てには、その旨、記者クラブから、お伝えをして、はい、で、そういうコメントが、知事のコメントが載ったというのが、多分そういういきさつでだったんだと思います。ということ、経緯からしますと、今のお話からしますとね、はい、知事は、このじゃ報道がされるまで、この現実はご存じなかったんですか？いや、現実は知ってたんですけど、どういう記事が出てたのかが分からないものですから、いきなり聞かれても、答えのしようがないと言いますか、で、ちょっとそこの場は、ちょっと待ってくれということだったと思います。ちょっとね、それは大変なことなんですけどね、本当に知事はご存知な上で、あの工事を黙認されてたんですか？そうですね、知事はちゃんと知っていたということは、コメントとして出しております。そしたら、あそこの中条設備イコール阿蘇のジオパークの一つ の目玉商品ですよね、あそこは。阿蘇大橋の方。はい、阿蘇大橋 のあれから下流約500メートルの中条設備の扇形の。展開っていうのはご存知の上で、あそこに確かに橋が必要とされて橋を作らないといかんかもしれませんけど、あれ、この写真ご覧になっても分かるようにね、全く柱状設備の存在をね、考慮したような工法じゃないですよね、このやり方は。この写真で見ていただくともそうなんですけど、この上のもともとの設備はかなり地震で落ちております、で、下の写真がそのまさにこの、一番出っ張ったところの下の部分がこの部分なんですけど、はい、かなり落ちているという状況と、周りもかなり崩れております。なので このままこの上の写真が残ってたということでもないものですから、この上部の方が崩れたのは私たちも知ってます、はい、けどそれ以上のことはね、この辺は立ち入り禁止になって、はい、こっちの徴用大橋ができるまでは見えなかったわけですよ。けどそれでも、この横の方の柱状設備がちょっと残ってるだけで、これはですね、私ども分かんないんですけども、麻生大橋が落ちて、で、そのやはり復旧っていうのはですね、もう一刻も早くということで、で、県では歴史的に難しいものですから、あるいはもう国にお願いして代行でやっていただいております、で、橋を架け替えるにあたって、やはり断層もあるし、はい、なんて言いますか、ああいう急峻な谷の地形でもあると、はい、で、また、次地震が起きた時にでも、次の橋は落ちないようにというかなり技術的に難しいことだもんですから、国の方もですね、技術委員会を開いて位置とか形式とか、そういうのを決められております。で、そこはやはり、まずはそれがあったのかなということでは思っております。今おっしゃった技術委員会というのは、3日間、専門家が来て、現地を見た、技術委員会の。建物ダムの技術委員会じゃありません。じゃなくて、これ用の技術委員会を作られたんですか。はい、それはちょっとすみません、どうしてるかから来てもらってますので。はいはい、昨年度ですね、国道325号ルート、構造に関する技術検討会というのが設置されて3回ほどを行われております。で、その際に、現在のルートとかですね、同様の構造が決定されたというのが、なっております。それには県はご参加されてたわけですか？はい。それでじゃあその時点でこのルートと、それからルート上どうしても破壊しなくてはいかんということで、これを破壊するということも、じゃあ了承されておったわけですね。で、そのことをね、私なぜ今ここで言ってるかっていうとね、それ以外の人たちは誰も知らなかったんですよ。ここは例えば南阿蘇にしても、それから阿蘇市にしても、
大津にしてもですよ、やっぱり一つの大きな今までの自分たち の, あのシンボル的なあの景観だったはずなんですよ。でそういうところをこれほどまでに崩すというんだったら、当然その町とか村とかそれから一般庶民住民なんかに知らせる方法っていうのは取られなかったんですか。その石臼検討会には村もご参加ではございます。村どこの村、南阿蘇村ですか。南阿蘇村さんも入ってると思います。あ、じゃあ南阿蘇村もこれ了承したわけですね。でいや、どっちにしても今度は阿蘇村長にお会いしに行きますから、その点はじゃあ厳しくあの村長を追及しなくてはいかんと思いますけど、そうするとそれに阿蘇村だ以外はどこからが来られたんですか。すいません、ちょっと今持ち合わせないんです。またあの改めてお知らせしたいと思います。なのに阿蘇の人たちの口からね、ここが壊されるっていう話は一言も聞いてないんですよ。聞こえないんですよ、私たちには。そのぐらいみんな知らんところでこれ進められてしまってるってことですよね。まあそうですね。でその技術委員会の時にはまあそれあのどっちにしても公開じゃなかったんでしょ。公開だったんですか。ちょっと私も出ておりませんので。ああそうですか。はい、申し訳ございません。どういう内容で了承されたのかですね、その了承のあり方も一回ちょっと聞かせてもらいたいですね。ちょっと今は打ち合わせてございませんので、またそれを改めて、まあ、決まった時は新聞にも当然載りましたし、そうするとね、もう一つはこの柱状節理と同じように大事な柱状節理と言われているのが、この盤状節理と柱状節理がこの重なってる、これは今のところ破壊されてません。ちゃんと残ってます。これについてはどういうふうにお考えなんですか。これはもう立野ダムができるということはもう今は本当ではありませんけど、前々からこれがダムのサイトになるということで、スタッフの手で聞いてるんだと思います。で、まあ、父コメント出したときにですね、ちょっと一図をホームページに載せてるんですけども、まあ、かなり広い範囲で柱状節理が、あそこはございます。で、まあどうしても必要なダムサイトの人だけは崩すけども、その他はきちんと残すということで聞いています。ちょっとすみません、違った質問なんですけど、今度のこの破壊されたところのその阿蘇大橋のためのその土木工事、これは災害復旧特別法で適用されてるんですか、それともダム関連法ですか。あ、ダムじゃございません。これは、これダム関連法じゃないんですね。全くございません。これはまあ、そう、大橋が落ちたことで、この辺はけど、一応満タンになるときにはダム工になるところですよね。ここまで来ます。下、向こうのスガルガの滝の下まで行きますか。いや、スガルガ滝まで行きません、ダム工は。もともと阿蘇大橋がありましたけども、はい、あれよりもずっと下流ですので、うん、今回、まあ、ちょっとすみません、このパンフレーズにしかないんですけど、今回この新しい阿蘇大橋の下ですね。下は淡水が来ると思います。この辺はだからあれが淡水するところですよね。そうですね。昔の都下の向かい側ですから。はい、はい、1ヶ月の試験淡水はやるんでしょう。1ヶ月という期間では無理です。かなりためという期間ですから、これはもう1年がかりとか2年がかり、通常ダムとしては1年がかり2年がかりでやるということになります。それはやるんですね。はい、それはもうやる。じゃあまあ要するに確認はしてたけども関係者には言ってなかったということですよね。ジオパークの中島さんなんかも非常に残念と、なんで言ってくれなかったのかっていうようなコメントを出しておられましたですけど、ジオパーク、そのものがですね、やっぱりその貴重な、まあ、地質の
まあ、教育的な財産というか、でそういうことからその、まあ、形状はもうきちっと守って、もう特によそのジオパークなんかは小石一つ持っていったらいかんみたいに厳しくですね、やっぱその貴重な自然を守ると、歴史的な財産を守るというようなことで相当な気を使っておられるわけですよね。でそれに対する配慮というのが熊本県は極めて、希薄だし、この、ジオパークに認定されたことのですね、意味っていうのを、まあ、かなり軽視してるんじゃないかというふうに言わざるを得ない。知事コメントでもですね、出させていただいておりますけど、中条設理はご存じのようにここだけじゃなくてちょっとまあ広い範囲ではございますので、国からはその一部はもうどうしてもその橋を作るために一部というかまさに中心的なところですよ。この特にダムサイトのこの育層にも重なった中条設理の形状というのは一番もう見どころとも言えるようなところじゃないですか、ね、すみません冒頭に申しましたように、ただここはですね、地震の時に表面落ちてますので、これがそのまま残ってたというわけではございません。やはり上から土砂も落ちてきてますし、ダムサイトのところですね。あ、ダムサイトはまあ、表面が少し落ちてはいますけども、ダムサイトはそのまま、ね、もう削ってしまうんでしょ。もうダムサイトはもう仕方ないですね、うん、ここが最も見どころの一つじゃないですか。いや、ただダムサイトは今まで行けない場所だったと思うんですね。いや、そう、いや、いけないから削って構わないというような話ではなくて、まあ、もちろんそうなんですけど、もうここが最も貴重なその歴史的な経過も分かるし、そういう点ではその歴史的価値が高いところ、橋の位置もそうですけど、ダムの位置もああいうでかい構造物ですから、そんなにどこにでもこう作れるというものじゃなくて、このジオパークに認定されたことに対しての意味、その価値というのを軽視してるんじゃないかと言ってるんです。ジオパークがじゃあどこまでかと言われるとまだちょっとそこはなんかはっきりと示されてませんし、どうしてもここが必要だということも、そういうことはまあジオパークの方からも言われておりませんので、ジオサイトに入ってますよ、縦の峡谷は。まあ、縦の峡谷ということで、縦の峡谷はまさにあそこじゃないですか。でダムの建設はまあそれ以前からずっと計画はございますし、ですね、一番最初にこのジオサイトをジオパークに認定される前にある市長さんがこんなこと言われました。縦の渓谷にダムができることだけは今度の判断審査が進むまで黙っとってくれって言われたんですよ。ということはあそこがジオサイトに入ってるということすら、しかも検査に来た人たちは縦のダムには連れて行ってないんでしょ。いや、連れて行ってないんですよ。そのぐらいして、で結局ダムを作るためかどうか知らんですけど、けど中条設理っていうのがジオサイトにとっては非常に大きな意味を持っているということは皆さんよくお分かりだったはずなんですよ、現地の人たちは。なのにジオサイトも ただじゃあ何も作っちゃダメ、橋も付けちゃダメ、人間の生活のために道路を作っちゃダメっていうことではないと思っているんですけど、それはそうですよ、それはその通りですけど、はい、今度の阿蘇大橋のかける位置とか方法とかということはもうちょっと検討したっていうね、いろんな方法を考えられるんじゃないかと素人ながら我々感じるんですけどね。そこはすみません、私ともちょっとわからない世界でございます。はい、例えば徴用大橋、あれなんとか手直し加工して皆さんうまく通れるようになりましたよね。あれの幅を2倍に広げるっていう方法もあったはずなんですよ。橋をもう一本ずつ立てて橋脚を、そうすると今のところが片道1車線が片道2車線の車になれば、あと道の持って行き方によってはわざわざただ何百メートルも離れてないところに橋を2本かける必要もなかったとも考えられるんですよね。まあそれはいろんなご意見があるんでしょうけど、はい、だからいろんなご意見をあなたに取ってないからですよ。いろんな人のご意見聞いてないはずでしょ。国交省の言う通りじゃないですか。まあ、それはもう国の方にお願いして国で委員会を設置されて決められたということですので、
そしたら、かつて熊本ではあなたはその住民討論集会ということまであの県の県が仲介に立ってやったぐらいですから、もっと住民に知らせる方法っていうのは、あの今の県政では何とか考えられないんですか。少なくともね、少なくともそういう説明会すらやってないでしょ。まあ、今縦のダムでいうとあの説明会を今あのだからそんなにやったようにされております。はい、まあ、縦のダムだけではなくて縦のダムと縦の渓谷の、 あの修復という問題についての大きなその全体をこう説明するような説明会というのは県が温度を取って国土交通省にやあのその説明会をやらせるということは当然できるはずでしょう。まあ、一応お伝えはいたします。今日はあの、はい、お伺いしましたご意見としてはので、うん、でその、ね、努力すあのその努力すらしてない県というのははっきり言って何もやってないと言われたって仕方ないことじゃないかと思いますけど、まあ、今までご存じのように縦のダムについてはもう説明責任を果たしてもらうようにということはもうあのいつも国どもには伝えておりますし、ね、けど国何もしません。あの今回の議会の中でも知事はですね、まあ、岩中先生の質問に対して丁寧に説明をされているというような答弁をされたけど、まあ、そのこと自体が私たちからすると大きな見解の違いがありますよ。で、あの住民の人たちがこの縦のダムの問題について考えるあの会が今各地であの作られようとしてるんですけど、結局その説明丁寧な説明っていうのは何かっていうと現地見学会でしょ、ホームページで知らせてるっていうことでしょ。でこちらがあの何回も公開質問状を出しても1回も答えてない。現地でのあの流域での住民説明会開いてくれって言っても1回も開いてない。なんそのたった15人程度のですよ現地見学会、何回か開いて住民への説明を丁寧に果たしたってとても言えるような状況じゃないですよ。で県はそういう国交省の姿勢をなんか容認追認するんじゃなくてちゃんと説明をしてくれと。そしてやっぱ熊本の貴重な景観財産であるあのジオサイトについてはやっぱりちゃんとそれを配慮するあるいは、住民の意見を聞くそういうような立場でやってくれというふうに求めるべきですよ。なんか国のことを国の立場を追認してばっかりじゃないですか。まあ、あの今日もですねこうやって動いてお伺いしましたのであのきちんと知事の方に伝えてでもちろんあの国の方にもあの伝えるようにあのしたいと思っております。これは回答を求めるというふうになってるんですけど、はい、回答はしていただけるんですか。まあ、一応それはあの私どもだけの見解じゃあれですので知事に伝えまして知事からの指示があればあのきちんとお回答したいと思います。まあ、これまでもちゃんとあの私どもが回答しておりますのでどうすることになると文書で回答していただけるあもちろんあの前回もですね回答いたしましたし、まあ、一応ただ知事にあの伝えてからということになりますけど、ただ非常に簡単な回答ですね。まあなぜ国のあの事業をですね現にあのいろいろ聞かれるものですからなかなか答えづらいところがあるんですね。まあ、正直申しますと、はっきり言って今のねあの阿蘇の方々は単なる復興だけじゃなくて壊れたものが元に戻ればあの 戻るような復興だけじゃなくてあそこ全体の生活をね特にあの観光も含めたそういうものを前以上にこう大きくあの復活発展させたいというそういう気持ちで一生懸命あの皆さんやっておられるんですよね。しかも私たちより皆さんの方がご存じでしょう。でそれに対しての今度のこのジオパークの問題というのはものすごく痛手になるということなんです。あの南阿蘇の人たちとかあの大津の人たちがこの写真見て皆さんびっくりしてるんですもん。そのぐらい皆さん誰も知らなかったんですよこのことは。それで最小限にしろと要求しているなんていうのはそれはしらじらしいですよ。あちょっといいですか。はい、あの先ほどお答えでそのこれ壊してしまったと
で、その前に地震があって、その上の写真のような状態はもう なくなっていると。私もあの崩れた後は写真等で見てます。ただですね、自然現象で壊れたもの、これ需要パークそのものなんですよ。ここは地震が起こると、でそれによって崩れたりして、これが風化ですよね。その過程がここで示されてるわけですよ。で、自然で壊れたものと人為的に壊すものとは全く質的に違うわけですよ。ジオパークを学術的だと言うならばですね、これを壊すことはある意味では犯罪ですよね。その価値を人為によって壊すわけですから。その認識ございます？あの地震で壊れたから人為的に壊してもいいという発想ですよ。それいうことじゃございません。いやいや、さっきそのようにおっしゃったじゃないですか、最初の報道と言いますか、新聞に出たのは あまりにもこの状態がこっちになったという、対比がもともときれいなやつとの対比でしたので、そこはですね、知事コメントでも出しておりますけど、ワンクッションあって地震の後はこんなきれいな状態じゃなかったというのを、だから壊していいんですか？で、壊していいかというのは、その壊れた状態がジオパークなんですよ。まあそうです。ただ、ジオパークもここだけじゃないと思っております。かなり広い範囲で、たとの記憶は、あのね、それね、おかしいですよ。全体が構造的にその地質を構成してるわけでしょ、はい、歴史を積んで。ここには他にもあるから、ここ壊していいっていう話ではないんですよ、うん、お分かりになりません？じゃあ橋をかけたらダメかって言われても、いや橋をかけるのにこの工法しかないっていう、どうやって証明できるんですか？まあ、そこはだけ先ほど言いました、私ども分からんのやったら追求してくださいよ。でね、技術検討委員会で削るということまで入ってたんですか？いや、そこは聞いてない。コースは分かりましたけどね、我々も知ってますけど、これは削るなんて書いてないじゃないですか。それについて全然問題にしようとしない。国がやることやから私たちは何も言えません。そんな県と国の関係で対等なんですよ。まあそうかもしれませんけど、これは、まあ、ということはですね、国のことは言うことを聞くけれども、県民の言うことは聞かないということです。あの、そういうことではございません。いやいや、そういうことですよ。今あの、まあ、私どもでここでこうあの県の見解を出すわけにもございませんけども、一応これはもうきちんとご意見はお伺いして、でちゃんときちんとあの知事にも伝えますし。いや、犯罪行為だと私は思いますけど、それについて知事はどう思うかって答えていただけますか？そこは知事が答えるかというと、それは知事かもしれない。あの、事の重大性認識されてないじゃないですか。ジオパーク、学術的価値がある、この価値をどういうふうに認識してるかという問題なんですよ、これ。そこはきちんとジオパーク委員会、あそこにございますけども、そこと今後国がきちんとあの協議をして進められるということにあのコメントを出されていますので。ジオパーク委員会に相談してなかったんでしょうか？あの、いや、そこはそこ、まあ、竹の田の方はきちんとされてたと思いますけど、あのもう一つ申しますけどね、ジオパークというのはね、阿蘇だけの問題じゃないですよ。これ世界が認めるわけですよ。世界的財産なわけですよ。これをちゃっと壊すなんてね、なんというあの見識のなさか、恥ですよ。これ国がやったんですからね。それに対して県は、国がやることです、私何も言えませんって、それも恥になりますよ。何も言いやせんということじゃなくて、あのきちんとあの知事コメントも出しておりますけど、壊してしまってるじゃないですか。だからここはもう橋ができることで壊すことは仕方ない、まあ、一部分は壊れるけどもっていう知事が。そんなことは検討委員会で議論されたんですか？いや、そこまで議論されたかどうか分かりませんが。あ、分からんのに壊してしまったらもうしょうがないなということですか？あ、まあ、そうですね、橋を作るっていうのも、まあ、これは復興のためには大事なことで、それはもちろんそうですよ。いや、じゃあね、橋を作るためにもこんなに大きく壊さなくちゃいけませんか？まあ、やはりこれは下に降りていく、そうですよ、工事用の道路ですよ、こんなもん。工事用の道路を作るために靴してるんじゃないですか？これも私もその技術が入っておりませんので分かりませんが、私ども普通の土木屋の考え方として、うん、やはり下に降りるため、やはり工事用道路が当然いると思います。そしたらここに道路を作る必要ないですもん。他から降りていくっていう方法を考えたらどうです？あの、勾配を取るために一番ここが距離を取れるところだと思います。あとは崖ですので、今のじゃあ、あれは崖を降りてって言われたら、もっと建物さんも工事現場に降りていく道なんかを作っておられるじゃないですか。はい。ですからこれぐらいの勾配を取らないと、これでもギザギザと、ギザギザになってますけど、こんな道を作らんでも、建物さんに降りていく道なんかをもうちょっと拡充して、この近くまで降りていく道を作るっていうことも考えられたでしょ？サイトからここにはちょっと行けません、川を伝っては。そうですか。はい。それ、そしたらね、
もっと他から降りていく道は全くなかったですか。まあそこはあの技術で、だからその辺のね相談すら地元の人たちとやってないんですよ。まあただそこはですね、やはり技術的な部分っていうのもありますので、あの全ての意見を聞いてというよりはやはり技術的に一番いい方法っていうのは取られたんじゃないかと思います。ただ技術的な面だけで、で今言われたここがジオパークだということは全く忘れてるんですよ。まあそうだったのかもしれませんけど、全体としてやっぱりあの お話伺った印象はですね、まあ、やっぱりあの国 の, あのやり方を追認されてました。そして住民 の, あの意見は聞いてない、説明もしてない。まあ、すみません、今日ちょっと私がちょっと前面に答えてしまったものですから、はい、あのちょっと試験的な部分は入ってたかもしれません、うん、一応これきちんと知事に伝えまして、知事のコメントとしては回答としてはあの私だけの意見じゃなく、はい、あの県としての意見をお返ししたいと思います、うん、私は今日はね知事に面会申し入れたんですよ。ちょうど今日は議会 の, あの、はい、最中でございまして、はい、委員会もございますので、それでそういう理由は全く聞かせられんで、ポンとこっちに回されたという状況なんですよね。でもね、本当はね、はい、このことは知事に面と向かってお話伺いたいことなんです。ですから今度回答を出していただくんだったら、よかったらその受け取りに来るときに知事と お会いできたらいいんですけどね。まあちょっとそこは分かりませんけど、いやあの知事さんちょっとね都合の悪いことには逃げてますよ。もっとね都合の悪いこともどんどん積極的に出てきて我々と話すぐらいの、そのぐらいの積極さが欲しいですね。よろしいですか。あ、ちょっとまあさっき土木の技術的にっておっしゃいましたけど、うん、まあその通りですよね。あのここは一番いいかもしれない。これはパッと見て分かりました。この切り替えを見て。しかしね、そのこととさっき言ったこととはね、質的に違うわけですよ。で、土木という学問がね、それだけ狭い視野でしかものはやってないことが日本の不幸なんですよ。やっぱり総合的に考えて歴史とか科学とかね、でここで本当に掘っていいのかどうか、この検討が本来必要じゃないんですか。そうですね、それは足りてなかったかもしれません。でそれを国の偉い先生がやってるわけでしょ。でそれを追認しとっていいんですか県は。じゃあ私はね、ある意味でね、ぶっちゃけの話でいいですか。あの分かりますよ、お気持ちは。ダムみたいでですね、計画して何年もするやつはきちんと今環境アセスとかいろいろございます、で貴重な地形がないかとかいうのがあって、でこれはもう避けるとか、どうしてもでも壊さんといかんときは別な代替施設っていうか代替物がこうミチゲーションといいますけど、そこを設けるとか、そういうのをこうかなりあの時間かけてやるんですけど、もうここはもう地震で落ちた阿蘇大橋をすぐにでも架けるといかんっていうあの命題があったもんですから、多分そこはですね少しもうおっしゃるように抜けてたのかもしれません。いや、ただ私はね、あのそれは一つの口実になってると思ってるんですよ。徴用大橋 できたんだから、そんなに急がなくていいわけですよ。思いません。ミルク道が今かなり渋滞をしていますし、あれで通れば十分いけますよ。それよりもむしろこういうものを大事にしながら、もうちょっと時間かかるけど全体的に考えたら大事だから、あのもう少し時間かけさせてくれと言うべきじゃないですか。そこも知事コメント、まあ、本編でもちょっと触れてますけど、うん、やはり熊本県としての観光 の一番の阿蘇っていうところに今非常に不便な状態になっております。道路網が崩れて、はい、でやはり阿蘇大橋の復旧はですね、これはもう県を挙げて第一にやるべきものじゃないかというのが、まあ、今のところ県の見解で、まあそれもね、ただ復旧をしないとあれですね、ダム作るときに命と財産が大事だっていうのと同じですよ。それには反対できませんからね。しかしこれだってもうすでに代替道路ができてるんだから時間かけていいわけですよ。まあ、ただ、橋自体は32年度で、私はねこの写真を見てね驚きました。多分これはですね、中央設備が内部がどうなってるかを知るために掘ったんだと思うんです。セメントミルク入れるとか言ってますけど、これ固まるかどうか実際見てみないとわからんわけですよ。削れば分かりますよね、うん、あダムの方です。そうです。あダムの方はもちろん、いやだからこれはダムの試掘をする時の代替ですよ。こんなもんあの台地削ったらどうなってるか見るためですよ、こんなの。いやもうダムはもう実際穴を掘ってますんで、いえいえ、それは本体工事でね
削るわけでしょ、量が、はい、それはどうなってるか、セメントミルク入れるわけですよ、固めるといって工場の道路にはセメントミルク入れるわけですよ、ね、だから同じ地質を削ってみたらこうなっとるということを分かるためですよ、こんなのまあそういうんじゃないと思う、いや私はそう思いますよ、技術者やったらそうしますもん、いやそこはまあちょっと場所が違う、いや大義名分あるじゃないですか、麻生橋かけるって言ってまあそれはちょっと違うと思ってます、あ、それ証明できます、いやそこはできないです、いや土木技術者さんでそこまでやりますよそれはいや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 、やりますよそれは、まあ、お話しいただきました、あの麻生橋の技術委員会を、まあ、3回開かれたということですけれども、その場ではその阿蘇のジオパーク建ての峡谷がですね、阿蘇のジオパークのジオサイトになっているということは全然話題に出てないんですか。ちょっとはっきりはわからないですけどですね、出てないということは県の方もそういう認識がなかったということですよね。県の方も参加されてるわけでしょ、はい、そこをちょっと検証してもらえますか。まあジオサイトっていうのは県にとってもすごく大きな問題でしょ。大問題ですよね。でジオサイトの見直し委員会が近々行われるんじゃないですか。日本ジオサイトの、うん、審査結果と言いますか、今日午後発表されていると聞いています。あ、まあ、まず世界のじゃなくて日本ジオサイトの審査結果と言いますけど、心配ですね。もうですが、本当今日午後発表したみたいです。まあそのようにですね、国と県というのはやはりどうしても上と下という意味じゃなくて、やはり県民に直接携わっているのは県です。県の担当者ですから、もっと県民の今の在り方なんかに対して親身になって考えていただきたいんです。ただ形だけ踏んどけばいいんだろうというような今の国交省のやり方をそのまま踏襲されるようなことはやめてください。ぜひ県当局として県民にやっぱり市民のある説明の仕方、一番簡単なのはさっきあそこで言った学術委員会を言いましたね、ダムの後のね、あの時の説明のあり方っていうのは国交省が説明したことに対してそれをただ了承しただけなんですよ。何の検討もやってないんですよ。しかも時にですね、あそこにあった中上設備と盤上設備については一言も言及されてません。ということは今回のその委員会においても中上設備のことが果たして本当に議論されたのかどうか、そことか十分なお答えをお願いします。よろしくお願いします。よろしいですか、はい、よろしいですか。でくれぐれも、回答をお待ちしておりますから、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。